なんだ、夜来るべきだぞ、これは。いい場所？なんで有名じゃん、あそこ。あそこは写真載っとるやん、あそこ。知らんなぁ。これは多分これやろ、この人は。六角塔やろ。はい。な、慣れてる。有名ない。まあ、動画にしたいから OK。夜来ると面白くねえって言われた。帰るかい？帰るかい？フィル探索いらないけ？ここもういらない探索。こんなとこもうむちゃくちゃ有名な旧本社がトンネル並みに有名なところじゃん。行ってみる？散歩がてら、うん、せっかく来たんやで。ここは夜来ねえとあれだぞ、本当に。ここ夜に撮影しようってくること自体は OK？ 全然 OK 俺。おー、ここなんかおめえな、ゴルフやったりおめえいろんな人おるんやで。レイ絶対いないじゃん、強いの。うん、ここはな、結構でもなんか映ったらどうなのこうなの、へーたらって言っとる場所だな。ゴルフボールだって映ったの。あ映ったの、飛んでったゴルフボールだって。ばあちゃん父ちゃんが言っとるおめえ、あの何やったゲートボールみたいなやつやろ。行きますかい。あ、ついてくる気ないな。いや、最後俺一人で本当に行ってくるけど。行きたくねえなぁ。よっこいしょ。本当だ、ゲートボールってなんかいっぱいやってる。はい、これ超有名なところだね。おお。やっぱあるよね、霊感ある人だとその辺は情報リサーチ来るのね。そういう情報チラチラ流れてくるのね。俺の中で全部初見だもん。ここはさ、悪くない場所なんだけど、ここは夜来るべきだと思うよ。あー、もうこの階段で心が折れる。やっぱすげえ高いな。よいしょ、これだ。まあこの六角堂って呼ばれるこの建物が人気らしくって、そう噂によるとここにはいろいろな幽霊の目撃が寄せられる。特定の霊というわけではなく、どうやらここは霊の集まる場所らしい。公園内には井戸や慰霊碑、神様を祀る神社のような建設物もあるため、そういったものが近くの霊を引き寄せるのだろう。とりあえず一番ヤバいと言われているのはこの六角堂の地下。六角堂内部に四角いマンホールのような蓋があり、その蓋を開けると地下へと続くはしご階段が現れる。この階段は固定されておらず寄りかかっている状態なので、降りるときは最新の注意を払うべし。入ってるぞ。入れるんか。入ったらあかんやろ、こんなん。中は墓石や銅像などこれまた不気味な建造物がたくさんある。中でも一番不人気なのは供養塔の前に添えられた大量のタバコだ。お線香の代わりだろうか、それはとても異常な光景だ。扉は開放されており誰でも入れる状態にはなっているが、この普通じゃない場所には入らない方がいいのかもしれない。かもしれない。この情報があやふやな、あれよね。本当に入れんの？マダム立ち入り禁止って書いてありますけれども。無断立ち入り禁止って書いてありますけど。中、入れないように。慰霊碑と神様を祀る神社的なやつ。ふう。何も感じません。何か感じられます？
寒い、帰ろう帰ろう何もコメント出して帰る気ですかと。そう、あそこの階段のもの、どこ、あっちか。すごいね、ここ。うん、神が3つに分かれてる、きっぱりと。すげえ。神が、神っていうか、すげえ。え、何、あの3つのボスがいる的な感じってこと。違う、ここっち、犬じゃん。おう、キツネやんな。キツネじゃん、後ろキツネやんな。ある意味、立ち当たりのボスだな。人間じゃん。誰なんだ、食徳大使やね。もうあのなんか尺子持ってる人のあれよね、偉そうな人って聖徳太子か知らんレベルの知能よね。憲法17条何が書いてあるのだ。わお、そういうことを言う。あ、肩が重くなってきたってマジで嘘です。今キツネがやばいと。キツネの方が飛べる。いなり寿司持ってこなきゃ。次のキツネ様、人とキツネは分かったんだけど、お犬様の神様ってなんだ。狛犬、コマじゃねえけど。がっつりあれなんだけど、ゴールデンレトリバーぐらいのなんかサイズあるんだけど。こっちもなんかあのだ、記念碑。あ、そういや、記念碑なんてものもあるって言ってましたね。記念碑か、これ。え？初代総理大臣の銅像になんてこと。なくなっとるやん。伊藤博文公共像跡、第二次大戦中金属不足により像は国へ提供されたって。かっけえ。なんちゅうことしてんねん、偉人やぞ。有名なだけのヤバさは何かあるんですの。ある。今日はキツネ様が一番ヤバい。いつもヤバいんじゃねえのこいつ。草なんだけど、ヤバいんだけど。キツネっていうわけじゃねえの。わ、竜もよくしてる。おお、スポットにはなりつつある。え、スポットじゃない。油田でも完全に。ギャース。変な話、ここ辺がもうなんか渦巻きのように。バミューダストライアングル。そう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 。悪いものすべてここに呼び寄せるってやつ。周りの方々はじゃあなんかいいも悪いもの吸い取られていい感じになる。そうそうそう。じゃあここに何ていうの、近寄りに来なければ厄除けの役目はちゃんと果たせてる的な、うん、一発目に来るとここか、役もらって帰るやんけ。役もらえて梅山も関係ねえもんなこれ。ほう、なんかやばいもの分かるのかね、動画越しにでも。人とワンコ様はどうですの。怖いね。まあなんか役集めるだけ集めてなんか役払いしなさそうだからな、ここ。めっちゃ怖いな、ここ。夜来たらどんな感じ。オーブは映るのこれ。映る映る映るってもんじゃないと思う。
いやもう幽霊も寄りつかんようななんかダークなスポットになってんのかな。違う。まあ何も感じない方々なんでしょうな。あの白い看板見てわかるじゃん、揺れ方が全く違うでしょう。確かに引き寄せる分と引き離れる分右の髪の動き、風の動き見ればこの動き全然違うんだよね。うん、一枚だけ派手に揺れてるな。ずっと見とけばわかる。定点カメラここに仕掛けるか。価値あるね。すごいな。あなたがここまでベタ褒めするってなかなかだね。ずっとあの白い髪ってことわかる。俺が離れる。ちょっとズームしとくか。白い髪見つけてゲッシャルト方向に落ちてきた。ほら動き出したでしょ。ほんとね、あなたしか寄ってくるとなんか急になんかあれね。だろう。でこれ風の量はそんな変わってない感あるんだけどな。あんななんか髪が横向くほどの、え、風変わってないよ。ほら、あなたが歓迎されてないのか。またこれは歓迎されてないね。完全に歓迎やっぱり俺全部ダメだね。これさ、このなんていうの、鳥っていうの、この赤いちっちゃいの、うん、え、これ2人くるのもやばい感じなの。やばいな。なんていうか、お参りもできねえ。人とお犬様の方には何もないのかい。一番やばいのここって言われてるのだけど。犬の方は何これ。前だけ、この前だけっていう人が自分のお金使って建てた建物らしいから。自分で記念館作るな、ボギダメだ、お狐様に全部持ってかれた。夜来よ。はーい。そっかそっか。夜来る価値あると思うの。騒がしすぎる。ちょっと、全く本当空気が違う。すげえ。ほーん。この階段の時点でか。本当ここだけ竜巻に飲まれてるような感覚のとこだね。変なとこ、気持ち悪い。六角はそれほど、多分六角は大したことないと思う。ああ、うん、あの狐だな。その狐のとこにを中心に竜巻を来てて、それの飛んでったのがこっちになんかなってるって感じだな。でかいから一番建物が。ああ、うん、でも、うん、でも建物の中もあれ。前田さんかい、それは分かんないけどな。誰かいらっしゃる。ああ、分からん。年代か、年代がよう分からんけど。紳士な方が。おお。そこの窓におるの。そこの窓におるんやって。ちょっとひんやりしてるやん、風。今日のひんやりしてるはダメです。違う違う違う。外気温2度のひんやりしてるは聞きません、俺に。